はい、撮りまーす。はい、チーズ。どこも撮りまーす。1日にやってたじゃないですか。逆転負けしたけど、その日。まだ、最後はない。こんな感じ。冷蔵庫に入れてね、はい、開けるとき気をつけて、はい、すごい密閉されてるから、はい、1回でパンと開けると跳ねたりするから気をつけて、はい、これからね、頑張ってください。ありがとうございます。誰かなら優勝できるように、はい、ね、おいおいしいね。とわちゃん、お、あ、やった、ありがとう。よろしくお願いします。なんとかね、来季頑張りましょう。来季ですね。来季ね。今23です。はい、今年19です。今年19です。はい、なんで、すごいリップでありがとうございます。誰が一番あれと最初に、あ、まあ、彼はもう出て大活躍してないです。してたら、もうみんな可愛い顔してるね。いやだ、可愛い。かっこいいのと可愛いのとどっち？かっこいいっす。じゃあかっこいい顔してるみんな。期待の星で頑張ってください。はい、はい、はい。アルバ、アルバです。はい。かっこよ。で、一家がね、東京に住んでるんだけど、フロンターレの、もうすっごい不安で。じゃあ結構サッカー好きで、フロンターレ好きだわね。フロンターレ好きだっけ？今。その前がどうだったっけ？うちでも調布なんで。FC と FC と。よかった。え？大丈夫です。大丈夫です。で、まあ、なんでじゃあ商店街のこのおじさんがこんな研修するのかっていうと、まあ、当然、フロンターレは、まあ、地域密着がすごい強いってのは分かるよね。みんな知ってるんですけどね。で、まあ、地域密着って、それどこの J リーグのチームも、みんなとか他のスポーツチームも、まあ、野球は最近やっとやってきたけど、J リーグってもともとホームタウン制ってホームを大事にするってことだから、その地域密着ってのはすごい。テーマなんですけど、なかなか最初どこのチームでそれがこう触れ合うことってできなかったんだけど、この川崎とか、この平野の町っていうのは、フロンターレができる前の富士通 FC 時代から、実はこういう商店街のイベントに選手が来てもらったりとかして、フロンターレと一緒に行ったりとか、いろいろしてて、まあ、そのまだチームになる前からの応援するスタンスがあって、それがどん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 いろんなところの川崎市の中に入ってきてるんで、でも商店街にいたりたくさんの選手とか、あと今はまあ選手はなかなか来れないけど、チームスタッフが来て、いろいろやってるみたいな、それでどんどん広がっていったっていうのが、まあ、ここがちょっと原点みたいなのかな。それはぜひみんなにも知ってもらいたいので、例えばそのサポートショップは知ってる？あれ？サポートショップっていうのは、旗ね、あそこにちらっとあるんだけど、旗ちっちゃいから、お店が入るファンクラブ、うん、普通ファンクラブとか講演会って個人が入ったりとかするんだけど、お店が入るファンクラブをやりましょう。で、チームからの提案とかもあって、いう俺たちとの提案とかもあって、でも今からサポーションができたのが、たぶん25年ぐらい前かな。その頃にできて、で、例えばその時に会費はいくらにしようとか、年会費いくらにしようとか、あとその特典を何にしたらいいかとか、そういうことをこうチームスタッフと商店街のみんなで話し合って、それでその意見を合流して、それでサポートショップになってきて、商店街が入ってばっかりで、多分これは他のチームではやってるかどうかわからないけど、多分ほとんどやってないと思うんですよね。もともと先駆者的なところがあって、こういうところでも商店街と、チームとの関わりをどんどん深くしていくっていうところですかな。で、まあ今日もそうだけど、こう歩くと結構みんなすごく応援してるし、あったかいしって感じで、すごく。で、あとこう、ね、だってもうちょっとお店はだいぶ少なくなったっていう話でしたけど、まあ、それでもこうやって今日、いろんなとこからちょっと情報を得て、みんな来てくれるようになったりして。
でこれがやっぱりこのフロンターレの親しみの良さそういうものなんだ。で最初会った時に言ったと思うんですけど、新人研修って寺田修平とかガナーとかやってるし、当然今もう、健吾もそうだし、小林優も谷口も大島も板倉も、もう本当に森田からみんな来てるんだよ、パオとか。唯一これ来れなかったのが、三笘と旗手ね。三笘と旗手はちょうどコロナ禍だったんで、コロナの時だったんで、もう回ってこれなかったんで、ほとんどの選手が来て、まあ、こうやって話をちゃんと聞いてくれて、で去年も本当に山田氏が来て、で去年天皇杯でも優勝した年はいないんだけど、まあ、その時に優勝パーティーがあったんだけど、その時にもうたまたまトイレで会ったら、山田氏とたまたまトイレで会った。新の方から、本日ありがとうございますという話が出てきて、トイレで自撮りで写真撮ったりしたんだけど、そういうふうにちゃんとなんとかこう話を聞いたこととかを覚えてて、その時に立花田も来てて、立花田はその1年前だったんだけど、パーティーだった時に俺のこと覚えてるって言ったら覚えてないって言われて、ちょっと脇腹にパーティーって言ったら正直言ったら、そうなってはないんですよ。まあ別に聞いてもいいけど、ただ一応聞いた話を、まあ、こんだけ聞いた中で、なんていうの、たくさんじゃなくていい。なんかちょっとこういうところが聞いておいたことって、地域とか町の人がすごく応援してくれるよっていうところを頭の片隅に入れといてもらえたらなと思うし、そう、今日、まあ、ちなみに田坂も新人研修に来てるね、田坂も来てるし、なんかもう、まあ、チームスタッフになった人間もそうだし、どうでした田坂、はい、新人研修の時とか何か覚えてる？新人研修の時ですか？覚えてる？何か覚えてる？2008年、はい、よく覚えてますね。ここで話してたのか覚えてる、はい、今は亡き横山。そうですね。だからいろいろ回って地域の人にね話を聞きながら、こうチームの成り立ちというか何を大事にしてきたかみたいなね、いろいろ話を聞いて回ったっていう、ちゃんと一緒に乗ってね、家族も覚えてくれているというのが大事なことなので、だから今日回った風景とかをぜひ覚えながら、やっぱり街の人と大事にしたいです。例えば今日ほらいろんな、まあ、商店街としてね食べるものとかもいただいたし、例えばこれから、まあ、今も多分すでにファンの人とか何かもらったりもすると思うんだけど、プレゼントとかそういうのもちゃんと皆さんが働いてお金使ってで、なんかお仕事買ってみたいとか、お役に立てとかってすることも、どんどんちっちゃなものでもない、そういうことを大切に考えていかないし、で、例えば、今日はまあなかったんだけど、過去の選手の中で、やっぱりその、こう、一生懸命ですよ、川崎大師の後に、川崎大師の後は経験しないんで、1月だから、したそういう相手とかに、こうお土産くれたりとか、そういうね、ファンの人とかとか行った時に、結構その、その時はありがとうって思い出してくれて言うんだけど、すぐこうスタッフが出しちゃったりとか、そういう選手を考えたりとかして、これはちょっとこうすごい、それになってほしいなと思うんですね。やっぱり次のところに入るっていうまでの本人以外は、ちゃんと持っててあげるとか、いただいたりとか、そういうことって大切で、まあ、スタッフがいるから何でもこう、渡しちゃえばいいとかっていうのはよくない。まあ、今日みんなフルーツとかもちゃんと自分で持ってるし、そういうところも細かいところだけど、ちゃんとやっぱりありがたみを感じるということが大事かなと思って、商店街の人間っていうのは基本的にお店があるから、試合はほとんど見に行けない。俺も大体年間で1試合ぐらいしかなくて、あれを見に行けない。昔はもう少し行ってたけど、今はあんまりそこに行けないけど、基本的には商店街はお店から応援しようと。昔はね、SNS とかそのネットがないから、もちろんその試合状況とかっていうのはなかなか確認できなかったけど、今はもうね、スポーツナビとかですぐ見れるから、あ、今勝ってるな、負けてるなとかっていうのも分かるので、それでこっちから、お店から応援する。まあちょっと届くか届かないか分かんない声援だけど、お店から応援して、で実はフロントライの話題でお客さんとすごいコミュニティにするのができるので、もうこれがだから30年前は、本当に28年前かチームができて、
で、フロータイプ、フロージなんか誰も知らなかったから、そういう時代からやってて、今はもう平気でスノーカットとか、もうひどい試合だったり負けたねとか、そういう話題が普通に出るようになったんで、これがやっぱり長年、ずっと付き合ってきてやってきたことの大事だかなと。うちら商店街もフロースタイルを通じてお客さんとのコミュニティツールを作って自分のお店に買いに来てもらうってことが大事だと思うので、ただサッカーは好きだとか、そういうようなこととか、なんかお祭り騒ぎ的に応援するんじゃなくて、ちゃんと商店街も自分たちのお店に何か還元できるんじゃないかってことを考えてやってるので、そこはだからやっぱりいい意味でウィンウィンの関係になるかなっていうのは考えてる。あと今日みんなスタッフがついてくれてるけど、スタッフが、ね、当然いなかったら、裏方がいなかったら、自分たち絶対輝けない。絶対、まあ多分、今まで大学とかもそうだし、高校とか、あと、ユリはユース。まあそれぞれちゃんといろんなスタッフがいたり、マネージャーがいたりとかして、そういう感謝って多分思うと思うけど、やっぱり今もポスターを貼りに来たりとか、地域を回ってくれてるスタッフがちゃんといて、そういう人たちが頑張って、例えば当日の試合とかも、もうテント張りとかもそうだし、あとは試合全く見えない場所で人の整理やったりとかするとかね、どんなサッカーが好きでフロンターレが好きで社員になった人でも全く試合が見れない人とかもいるとかね、でもそういう人たちが周りでたくさんの人がいるから試合運営とかもできますから、必ずやっぱり裏方がいなかったら輝けないっていうことは絶対思わないけど、その感謝は絶対常に持ちながら、まあ、よくいろんなスポーツ選手は感謝感謝って言ってますけど、改めて言ってたらそういうところが感謝です。陰ながらこう頑張ってるね、人たちが結構頑張ってほしいと思います。あとは今チームがもう確かにみんな思ってるんで、まあ、今年ここ数年ちょっとね低迷期に入ってきてるし、まあ、あと1試合ぐらい勝つともうあれか、降格圏内安心ラインに行けるぐらいでね、多分ね、まあ、今も平気かなと思うけど、で今年はもう町の人って結構もうみんな深くて分かってて、とにかくもう天皇杯もルヴァンも何にもタイトルはいらない、ここまで下がっちゃうととにかくまずは落ちないようにしよう、落ちたら実は選手の大変だし、あと給料も下がるかもしれない、あとはスタッフも切られちゃうかもしれない、人員とかもリストラになっちゃうかもしれない、だからやっぱりみんなの生活もかかってるんだから、やっぱりそこは頑張ってそういう結果にならないように上にして、まあ、優勝して強かった頃っていうのはね、ダゾーンからの賞金もたくさん入ってきたりとかしてて、やっぱりそういう点でチーム運営とかもすごく助かるし、やっぱり選手は試合で結果が出されてると思うし、あとは、まあ、まだあんまり山内がちょっと試合に出てない、まだ試合出てないで、今こそ本当にチャンスってね、本当にこう低迷期になってきてて、若手が頑張ってきてる時に選手ちょうど今入れ替える時期だなと思ってるから、めちゃめちゃチャンスがあるので、ぜひもう来年しっかりとこのキャンプから結果出して、でやっぱり去年新人選手で平場に来た3人が活躍してるよってやってくれたら、多分ね、今日こうやって触れ合った人たちもみんな誇りで思ってくれると思うので、なので、ぜひ結果を、もうどの世界も、スポーツだけじゃなくても、僕たちの仕事もそうだけど、結果出さなきゃダメなんだ、結果を出す、頑張ります。あとはまあフロンターレだけじゃなくてサッカー人として長くやれるように、別に移籍したって全然構わないです、でもそれはいい移籍をしてほしいなと思って、フロンターレが出されるじゃなくて望まれてどっかのチームに行くとかもいいなと思って、まあそういうぐらいの選手になってもらったらなと思って、まああと自分の森さんで言ったこともちゃんと出てきたらいいなと思って、どう分かった、大好きみんな軽くて今風でいいよ、すごい、はい、あとね、全然ホームページのブロフィールとか見なかったけど、3人とも好きな女性タレントっていうところだったんだけど、あ、ほとんど俺と共通だなっていう、なんか長澤まさみって書いてあるし、僕そうですと、俺の永遠の1位だね、あと深京って書いてあるし、深京です、意外と年の人がですね、そうですね、これ来たらいいですね、ガッピー全員面食いすぎるの意外と普通じゃねえか、そんなもんです、まあ、ぜひ頑張って、はい、よろしくまた、で、正直案の時にやっぱりその改めて大事な時に活躍してまたこの商店街に戻ってきて
まあ普段知ることのないことを、まあ、こういう形で知ることができて、また自分にとって、まあ、とてもいい経験になりましたし、まあ、応援してくれてる人たちがいるっていうのを、まあ、改めて感じたので、まあ、その気持ちに応えないといけないなっていうふうに思いました。僕も今年からだったんであんまり知らなかったですけども、こういう、まあ、いい人たちがいっぱい集まったいい街だなっていうふうに思いました。そうですね、まあ、応援してくれてるっていうのはやっぱり、まあ、どの店行っても言ってくれていたので、まあ、とてもそういう応援はやっぱ自分たちの力にもなるんで、まあ、頑張っていきたいなと思います。この商店街ではいろんな人に支えられて、こう自分たちがサッカーできるんだなっていうのをすごい感じました。いや、なんかあったかいなってすごい思いました。なんかすごいなんか優しい言葉をたくさんもらったっす。すごいやっぱ癒されたっすね。もう何もない生活なんで、ワンちゃんとやっぱちっちゃい子好きなんで、まあ、猫もそうっすけど、バカ癒されます。やっぱチームに貢献したいっていう思いでしたね。やっぱ本当にいろんな人が動いてくれてるんだなっていうの、まあ、もともとこうあのユースとかから言われてたんですけど、あのすごいやっぱ支えられてるんやなだなって思いました。あったかい熱いプレー、熱いプレーをこう届けていきたいなって思います。まあ、そうですね、まあ、活躍しないといけないなとはすごい、まあ、それはサッカー選手なんでサッカーで活躍したいなとすごい思います。こうやってあの自分の足で足を運んで、地域の人と身近に感じられて、より多くの人に支えられてるんだなっていうのを感じましたし、これをエネルギーに変えて、これからのトレーニングに生かしていきたいなと思います。そうですね、さっきもゆいが言ってたんですけど、本当にいろんな方々が温かく応援してくださっているので、そういう人たちの期待とか思いに応えられるようにピッチで結果出せるように頑張りたいなと思います。来年頑張れみたいな感じで言われることが多かったんですけど、今年まだ残りの試合があるので、そういうところで来年に期待してもらえるように一つずつ勝っていきたいなと思います。はい、OK です。